86の内装見ていきます。まずは運転席のドアトリム周りからですね。まあ特に気になるような傷は見当たらないですかね。そうですね。で、スカッフプレート周りも綺麗な感じです。こんな感じですね。純正のシートが装着されていて、ここはやっぱね、多少ちょっと擦れが出てきちゃいますね。助手席側はこんな感じで、まあ、若干のシミがここにあるかなっていうぐらいですね。で、ステアリングは純正です。擦れてるところは特に見当たらなそうですね。で、ダッシュボード上はレーダー探知機とデフィのね ZD のメーターが装着されてますね。こんな感じになってます。で、ドラレコ付きです。ちょっと線傷があるかな。こんな感じになってますね。で、 ETC がついて、ナビがついてという感じで、トムスのスロットルコントローラーも装着されております。で、シフトの周りはね、若干ちょっとハゲがあるかな。こんな感じの内装になってますね。ではエンジンをかけてみたいと思います。95,000km。まあ吹き上がりの方もね、特に問題なくといった感じですね。で、ナビの方はこんな感じで、まあオーディオの方もね、地デジがついて、Bluetooth の対応の、ナビになっております。こんな感じですね。こんな感じになっております。はい、ではトランクを見てみます。あと TRD のドアスタビライザーもついております。トランク、まあ、距離考えたらね、結構綺麗なトランクじゃないですかね。こんな感じで、まあ、車載工具の方もね、揃ってますね。そして、ドアトリム周り、助手席側も綺麗ですかね。そうですね、特に気になるようなところは見当たらないんですね。こんな感じです。で、よいしょ、リアシート、まあこちらも綺麗ですかね。ちょっとここに傷があるかなっていう感じですかね。はい、以上86の内装でした。